こんにちは。2023年3月1日です。花屋小清水道の駅まで、やってまいりました。網走道の駅を出ましてから、そうですね、それほど変わりませんね。30分もかかんないでしょうかね。この花屋小清水道の駅に、到着いたしました。網走国定公園、小清水県政会に隣接したJR 釧網線、浜小清水駅に直結し、知床を結ぶオホーツク国道244号線に位置しますということです。ここまで来ますと本当に、道東まで来たなという感じを受けるところです。久しぶりに、来てみました。この道の駅は印象にありますね。道東に来ますと、ここに寄って、それから知床だなというところです。網走から来ますと、ここを通って知床の方に、向かって走っていくというようなところです。展望台があります。展望スペースっていうんですかね、展望テラスがありました。そこに行ってみましたが、流氷は見れません。ただ、遠くが見えたというだけですね。やはりここは夏の時期がいいんでしょうかね。原生花園の美しい花が見えるようなところだと思います。この原生花園は6月中旬から8月までですね、40種類の草花が咲いてますよというところです。私は北海道に住んでるもんですから、確か修学旅行だったですかね。で、ここまで来た覚えがありますね。バスに乗ってですね、原生花園だっていうことで来て、原生花園見てもなんだこの草畑、この花畑かと思った記憶がありますよね。なんで昔はやっぱりこういうとこが珍しく来たんでしょうね。それから層雲峡の話になりますけど、層雲峡今トンネルで中通っちゃうんですよ、いいとこ。ですから昔はですね、トンネルがなくてですね、もうくねくねした道を走りまして、バスガイドさんが盛んにもう、おしゃべりされたところですよね。上見てください。なんだか屏風の岩だとか、なんだかとか、たくさん言ってたと思いますが、すごいなと思ったら、そうかと思って聞いてきましたけども、今だったらトンネルの中でスーッと通ってしまってすぐ終わりだということで、なんだこれが層雲峡かということで、終わってしまうんですけども、昔は良かったなと思います。それから展望スペースもですね、昔は木を刈ることができたんですよ。なんで、見えなくなったら木を切って、ちゃんと見えるようにしてくれたんですけど、今はそういう法律で、ダメですよね。ですんで、木が生い茂ってて、全然展望台に上がっても何も見えないぞという風に、なってしまってますが、時代とともに、しょうがないなというふうに、思ってました。こうやって北海道ぐるぐるこう、巡って走るんですけども、道中の風景はかなりいいですね。だけどこう、ビューポイントはいいんですけども、昔の展望台ですね、そういうとこ行ってもほとんど、見えなくて、残念ですなという、感じを受けてます。今回は花屋小清水道の駅に、寄ってみました。中に入りまして、駅が直結されているので、ちょっと駅のホームまで降りたんですが、今の時期は何もありませんね。以前来た時はですね、確か、流氷網走号だったんですかね。そんなの乗った記憶がありますね。網走から小清水まで、の往復を乗った記憶がありますが、その時も流氷は見えませんでした。ですが、そういう観光列車もいいなということで、確か乗った時にですね、ボランティアの方が来まして、マイクを使ってスピーカーからいろいろ、詳しいお話をされた記憶があります。今回もまた走ってるんじゃないかなというふうには思うんですけども、列車が見れなかった、原生花園も見れませんでしたということで、冬の北海道、3月ですね、のドライブ動画をご覧いただければというふうに思っております。これから向かいますのが、屈斜路湖ですね。和琴半島に行きます。それからコタンの湯にも行っています。今日は和琴半島で、車中泊という予定をしてます。順調に走っていけるんじゃないかなというふうには思うんですけども、ここまで来たら本当に、遠くまで来たなということです。ここまでの行程がだいたい300キロちょっとですね、350キロぐらいでしょうか、あります。結構な距離を走ってきたら、2日かけて走っていくんで大したことないですけどね、これから391号線を、南下し、そして屈斜路湖行きます。次の日どういうふうに行くかちょっとわかりませんけども、多分、弟子川、摩周温泉から241号線んで阿寒を通って、足寄の方まで、出ていくコースになるんじゃないかなというふうには思っております。天候の方はですね、まあ今日はまだいいんですよ。晴れてて気持ちいいんですが、明日がですねちょっと天候が、悪くなるんじゃないかなというふうには思うんですけども、まあ3月入って天候悪くなってもまあ大したことはないんで、まあ順調に、走っていけるんじゃないかなというふうには思います。まあ、それからキャンピングカーの話になりますけども、まあ、値段がどんどん上がってきましたね。ですので、本当に、高価なものになってきてるんじゃないかなというふうに思います。私みたく自作の DIY で、キャラバンの4ナンバー、しかも3人乗りで荷室が3メートルの長さ取れます。それから床の方はうんと低くしてますんで、タイヤの出っ張り分18センチですねだけ高くしてるだけで、ちょうどそこに荷物も収められるし、まあ3泊4日とか4泊5日の、車中泊だったらこれで、十分ということで、させていただいてますが、まあ本州から来るとなれば結構大変ですよね。長い距離、しかも犬を連れてるペットを連れてる方っていうのは結構大変ですね。旅館にも泊まれないし、それから、まあ、船に乗ってきてもドッグランがなんか夏の時期はドッグランがないよということで、船の中で、狭い船室で犬とペットと過ごさなきゃいけないということのようです。したがって皆さん、キャンピングカーで、北海道を巡って、いるということで、まあキャンピングカーの方を見ると大抵、ペットを連れてますよね。私みたく単独でうろうろしているのはあまりないんじゃないかなと思うんですが、まあまあ気楽に3泊4日で出てきてはまた帰るというパターンを延々と、繰り返しそうかなというふうには思ってるんですけど、いろいろ話聞きますとやはり長期間出ると大変だということですね。結構疲れますよ、荷物も多いですよ、で天気も悪いしということをいろいろお話聞きます。あなたみたく3泊4日とか4泊5日でちょっと出てはまた帰る、また出ては帰るというパターンが一番飽きなくていいですよというお話を聞きました。確かに私もそうですよね。北海道の真ん中の方に住んでるもんですから端っこまで行っても大体300キロ1日で行きますよね。行っては戻り行っては戻り行っては戻りですよね。このパターンで今度は東北行こうか道東行こうか道南行こうか南行こうか東行こうかということいろいろ考えて出てこれますんで、意外とまあいいのかもしれません。行っては戻り行っては戻りの、繰り返しをさせていただいてますが、まあなかなか長期間出てくる方は水のことも大変みたいですね。水も補給するのにはRV パーク行って補給するということです。それとガソリンスタンド行って水を分けていただけませんかということで、飲料水を分けていただくということです。それからキャンプ場に泊まって水を補給するということですが、変なところでキャンプ場を泊まらず、水を取ってしまうと窃盗罪に当たるかとかなんとかっていう話も聞いてますんで、皆さん水とそれから排水のことですねが結構大変じゃないかなというふうには思います。四国から来た方もRVパークに泊まって電源の供給を受けてエアコンで動かしているということです。北海道来た時はまあ IF ヒーターを使うみたいですけども、まあ四国とか本州で動いている時には RV パークでエアコンで、室温を一定に保って快適過ごしてますよということで、皆さん RV パークを利用されてるんじゃないかなというふうに思いますが、北海道の場合はあまり、その必要性もないのかもしれません。まあ私の場合は道の駅専門で、歩いてます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。失礼いたします。